大家好，欢迎收看 Daily News。 前 AKB48 成员小田麻里子于11月9日在东京出席活动。アタちゃんできたっておめでとうございます。ありがとうございます。今何ヶ月目ですか？今はちょうど6ヶ月目。じゃあもうやっぱり3月4月ぐらいで予定？そうですね、春に予定してます。まだですね、さすがに性別までまだ分かんない。性別は分かんないですけど、どうですかね。わかります？わかんない。俺の子じゃないですか。わかんないよな。男ですよ、言えないですよ。アサちゃんできたって分かった時のお気持ちいただけ。イベントに関するご質問でお願いいたします。嬉しかったです。まあまあ始めます。おめでとう。今年2月，她与比她年轻3岁、经营发型屋的男友结婚，并于上月宣布怀孕的喜讯后，首次出席公开活动。身穿松身的米色连衣裙的小田麻里子在登场时，受到大量传媒的祝贺，并露出幸福的笑容。现已怀孕6个月的她表示，预产期为明年春季，虽然还不知道性别，但非常期待婴儿的出生。感谢大家收看 Daily News。